星花火ありがとう。8、2、9、いいね。よいしょ。ちょっとメイクして髪の毛がまあちょっとできたら嬉しいなぐらいです。あ、準備をしていきたいと思います。泣き殻さん900回ありがとうございます。すげえ。サンソンさん星花火ありがとう。もう早速お集まりありがとう、来てくれて。すごい、くにちゃん星花火、佐藤のんすけさん星花火、こうときさんアイス、スノー星花火、おやっきーさん星花火、モスコルさん金魚、なべさん星花火ありがとう。あ、間違えた、タコ花火、タコ花火、特大タコ花火ビーム。台風で昼で帰ってきたよ。マジか。やっぱ台風はもうやばいですよ。私も普段あんまニュース見ないけど台風の情報が知りたくて、さっきまでテレビ見てニュース、テレビつけてニュース見てた。本当にやばいよね。ありがとうございます。モスコルさん金魚、イノッチさん花火、コバさん花火、人生方向音痴さん花火、モスコルさん金魚、コバさん人生方向音痴さん、イシさん花火、コバさんマリュ、モスコルさん、コバさん、人生方向音痴さん、キュウさん、嘘、間違えた、コバさん、ハヤトさん、うわー、ありがとうございます。ポムさん、ありがとうございます。うわ、いい匂い、マジでこのコスメはいい香り。お、ニョッキーミルンさん花火ありがとう。タコ花火、このチークがねとっても可愛いので、ね、そうなんですよ。しっかりぼかすんですが、かわいいんですよね。やばいよね。もう家を出なきゃいけない。ヘアアイロンもちょっと温めておいて。ヤッホー、平成天狗さん、コバさん、ムービングさんありがとう。ほぼベースメイクは完成ですよ。ちょっと今からすごい、おえー、リコチそのメイク大丈夫みたいな感じがあるけど、よっか、あの辺来てね、まずここに描いたけど、あとはこんな感じかな。シェーディングですね、これ。
うちそのメイク大丈夫ってなるんですが、ぼかせばいい感じ。うわマジマジかき氷食べたい。私飛ばされるかもしれんね。え本当にそれな。どうしよう広島どうです。まだ外に出てないのでちょっと不安ですが、外に出るの。雨はとりあえず降ってると思うので傘をさしていくんですが、そんなに風が強かったら怖いな。傘さしたらぶっ壊す。やばいよね。だよね。うわ。クマとかはまあ気にしません。コンシーラーしません。クマあってもいいよね。ケンちゃんかわいい、ありがとう。キャーさん、オリちゃんち。岩尾さん、ファニンさん、マリュー、ソニー、ソフさん、マリューありがとう、ミツさんありがとう。マジで台風怖いっす。やっぱお仕事とかそれなりにね、なくなったりするんですね。なくなるっていうか中止っていうか早退っていうか、なんつったらいいか分かんない。ニョッキンミルンさん、かわいい、ありがとうございます。そうメイクしないと外歩けない。そうそう、私に言ってた。桜花さんありがとう、星花火。ニョッキンミルンさんありがとう、かわいい。マジか、直撃気をつけてほしいですね。それはマイコルさん、てかもう日本直撃だよね。ミツさんありがとう。どうするの、交通機関止まってますか。そりゃそうだよね。落としちゃったペットボトル、飲み切っててよかったなら、すぐ捨てろって話だよね。へえ、新幹線も止まってるんだ。超大変じゃん。マジみんな命無事でいてください。本当にこ
小葉さんありがとう。台風が日本列島を徒歩で旅行するという恐ろしい伝わを立ててやる。マジおもろい、その言い方。マジおそろです、恐ろしいです。もうみんな家から出んとこ。自宅待機で。こんなた、え、こんな夏休みの最終日やばいね。夏休みってもうそろそろ終わるでしょ。けんちゃんありがとう。ウーバーの人も大変なんじゃない今が仕事時なんかな、もはや。私結構前に、それこそ台風かなんかめっちゃ雨降ってる時にウーバーイーツ頼んだことがあります。その時は何も考えてなかったけど、今考えた、申し訳ないことしたのではって。酸いも甘いも。へえ。まあ台風の影響でお休みする人ばっかりだよね、きっと。広島はですね、まだ外に出てないからわからないんですけど、ちょっと慎重にね行動しようと思います。コバさんありがとう。へえ。なんでそんなゆっくり進んでんの？台風ちゃん。なんでそんなゆっくりなの？てかみんなそんな中でも仕事してたらマジ偉すぎ。偉すぎなんだけど。街の夕焼けの中で、ねえ、日本観光を楽しんでる。日本って素敵。やばい、パウダーが出すぎ、大量に。あ、これはワイバーの時に着てた T シャツ。
みんなさすごい好きね、オレンジに反応しがち。オレンジ好きだね。この T シャツ好きだね、みんな。目力強めですか。やったぜ。メイク勘やわ、はあ、改めまして自分って本当メイクだけは早い。メイク勘です。よっしゃー、寄せいなつが胸を刺激する、生足魅惑のマーメイド、出すとこ出してたわわになってろ。ゆうゆきさん星花火ありがとう。コバさんも星花火ありがとう。街の夕焼けの中で僕たちはなんちゃらかんちゃら。何ね願いを込めて。ラブソングなんだ、ホットリミットって。てかマジショールームを鏡代わりにしてすみません。もう鏡を出すのもちょっと時間がかかるのでね、そこもやっぱタイムアタックには。私前髪超長い、横の前髪。ショルムはね鏡ですよ。Showroom. みんなオレンジに反応するね。今日もオレンジかって、なんかそう言われるとなんかすいませんオレンジ着ててってなっちゃう。良きですか、オレンジで。この T シャツが落ちてたから来た。あらいいや、お、良き。珍しい、確かに。あの子の T シャツ着てこんかったよね。でもね、4年前とかに買ってんの。まさかのシンプルに佐々木さんあり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 、雪丸さんもあり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 、スノーもありあり、かやさんもありあり、しばさんもありあり。ジャイアンカリコチやったぜ。
怒涛の8月がもう終わるってやばくないか。で私も今日も明日も予定がなくなった人間ですからね。職を失いました。明日は特にナイトクルージングみんなとのイベントだったけど、髪伸びたね。だって私こんな頃あったっけ。しゃあ、ヒロピーさんありがとう、コバさんもありがとう。よっしゃ終わったぜ。確かにオンライン話し会でもオンラインでよかったよね。ガチガチで、お話し会でみんなの無事を確認するぜ。あーでもさ、台風の影響であれはありそうだな。音が違う、間違えた、電波悪いとか。そう、よし、メイクかんよ。よし、オッケー。え？私本気出せば強いんじゃね？30分も経たずにさ、髪の毛もメイクもできちゃった。佐藤のんすけ、かわいい、ありがとう。ムービングさんも花火ありがとう。あ、やばい、違うの読んじゃった。9月1日って何があったっけ。あーい、そっちが、う、あー、もうどうしまんの。今日も可愛い、嬉しい、うれピーピー、うれピーピーです、うれピーピーナッツ、美人度マシマシ、大将美人度マシマシで。確かに朝は眠くて体が動かないから、それはある間違いなく。高雪さんかわいい、ありがとね。眠そう、眠くないよ、安心して。外出るんか、ビビンバ食べたいな。今日の夜ご飯何にしよっかなってね、めっちゃ考えてる。ちなみにお昼は自炊しました。ドーナツとかアイスとか食べたいです。えらい嬉しい、えらいでしょか、嬉しいでしょ。食料備蓄、確かに
過ぎ去ってくれるかな。自撮り。今日スマホの画面貼り替えよう、ちゃんと。晴れるよ。私几帳面やけ、そういうところ。ラストワンさんありがとう、食パンダさんも、マシャさんも、高雪さんもありがとう。え、広島抜けるまで3日くらいかかりそうだ。そんなに呪いのこいつ。アイス確かにたくさん買おう。カエルさんありがとう、ラストワンさんありがとう。写真集買うってさ、渡すよ。てかもしこの花火職人のやつ、花火職人3位以内に入ることができたら、きっとポキちゃんも絶対3位以内を狙ってるだろうし、私も3位以内に入ることができたら会えるからと思ったら超嬉しい。めっちゃ嬉しみ。マリュありがとう、コバさんもありがとう、スノーありがとう、星花火やん優しい、コバさんありがとう、星花火。でも全然もうみんなありがとうが受け取りすぎている。私はありがとう、たくさん。3位でもいいんです。3位以内なんです。それな、リモートにならないことをマジで願ってよ。なんか私さ、ハッピーガールの時さ1位に なったじゃないですか。でもあれリモートだったじゃないですか。でなんかこの前和菓子のやつで私は3位だったんですけど、1位になった方が日程が合わないからってなんか私がなぜか繰り上げでリモート出演になる予定だったんですけど、さすがに1位がそんな予定が合わないとかじゃダメだからって日程が変わったんですよ。私もハッピーガールの時リモートじゃなくてと現場に行けたらよかったなってね、すごい思ってます。すごい思いました。だから今回もリモートになるのは回避したい。そう、ぼる塾さん会いたい。そうよ、私も私に行くのに。スノー、トリガーさん、シンプルに佐々木さん、ヨッキンミルンさん、星花火ありがとう。ね、やばい、もうこんな時間やばい、
お財布があればいいよね。スマホ、携帯、財布があれば何かしら全部をなんとかどうにかなります。あとね、お金がまあ1万円ぐらい入っとけばどうにかなります。お財布の中に。あとは近くのスーパーのポイントカードがあればなんとかなります。あとはエコバッグがあればなんとかなります。叫んだ。かわいい。くっ。こんぐらいの勢いじゃないと。くっ。ふざけすぎよ。ショールーム私。心配になる見てる人たち。こちらふざけてるの嫌だって思ってないか心配になっちゃう。じゃあ行こっかな。ピースさんありがとう。コバさんもありがとう。アイチーにも会いたい。アイチー会いたいよね。ふん。オレンジが似合う？やったぜ。渡辺さん、あ、間違えた。コバさんありがとう、ありがとう。コバさん星花火、ウッポさんもありがとう星花火、ニョッキンビルンさんも星花火ありがとう、東郷さん100回ありがとうございます。うん、馬一筋さんありがとう星花火ウケる。じゃあまあ今日は頑張ってくるっち。馬一筋さんありがとう。フレッシュみかんになりたいので頑張ってくるっち。ではまたね。39位から見てくれてありがとう。こんな短い配信。ファニーさん、クニちゃん、貝柱さん、ホーチ、サボトラネコチ、渡辺さん、サンソンさん、ボヤッキーさん、ポム、キューさん、ハヤトさん、おもち、ウッポさん、平成天狗さん、ラストワンさん、高幸さん、カエルさん、キハさん、マシャさん、ソフさん、食パンダさん、ミツさん、佐藤のんすけさん、ムービングさん、シンプルに佐々木さん、コウトキさん、ナベさん、桜花さん、タヤさん、シバさん、マイコルさん、モスコルさん、スノー、そして本日の秋元先生枠はケンちゃん先生です。ありがとうございます。人生方向地さん、ニョッキンミルンさん、ありがとうございます。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はマリュでした。マリュありがとう。第2位はヒロピーさんでした。ヒロピーさんありがとう。そして第1位コバさんでした。コバさんありがとう。そして皆さんありが見てくれてありがとうございました。ありがとうね。ロムさんありがとう。馬一筋さんもありがとう。まつげバッチリ。それでは皆様ごきげんよう。高雪さん千万両ありがとう。それでは皆さん
本日も健やかに安全に過ごしてくださいね。それではいきますよ、せーの、えいえいおー、健やかに、みんな健やかにね、気をつけて、お気をつけて、真面目に飛ばされないようにお互い。じゃあメールも送り番号、送り番号、成田の新茶ありがとうありがとう、見てくれてありがとう、ありがまんご、ありまんご、じゃあね、ありまんごー。